レッカー車を操作するのは小学生の子どもたち。名古屋市昭和区の JAF 愛知支部で開かれたイベントには、抽選で選ばれた7組の親子が参加。コールセンターの業務や故障した車を移動する作業を隊員から教わりました。実際やってみて楽しかった。思った以上に硬かったです。ちょっとした力でもあんなに重たい車を持ち上げるっていうことに驚きました。また子どもたちは反射材で光る道路標識の見え方などを教わり、カバンやヘルメットに反射材をつけることで交通事故に遭いにくくなることを学んでいました。